はい。皆さん、おはようございます。今回は、広島と通訳と自分ごとかというタイトルでお話をさせていただきます、えー。神戸教養大学学長の大西と申します。よろしくお願いいたします。えー、今回、広島というところで、えー、今まで扱ってきたような、まああのー、トピックとは結構違う感じがするんですが、実はこれは通訳と、えー、共通することがあるんじゃないかっていうのが、今回私が、まあえー見,ぬいえー、見つけたことになります。はい。えー、今回、この 二冊の本ですね、を読ましていただいて、その感想を述べるということになります。はい。えー、まずはその書籍の紹介からいきたいなと思いますが、あ、その前ですね、この動画を撮るきっかけっていうのは、まあ、えー、私が博士課程の方に入りまして、そこであの大学の昔先生をしてらした、あの僕のことを教えてくれていた大学の恩師にですね、どういうふうに博論を書いたらいいと思いますかっていうようなところでご相談をしたところですね、まあ、描 なところでですね、まあ S あのー、平和教育、まあ、こういうふうな、ねえー、広島、長崎の話というところと、あなたの研究テーマである SDGs とかサステナビリティの、えー、自分語とかっていうのは、えー、通ずるものがあるんじゃないでしょうかというふうな示唆を得ました。えーまあ、震災教育というのを書いてありますけれども、私はその神戸の、えー、通訳ツアーということで、あの神戸を回るツアーを通訳を通してやるというのでやっているんですね。 実はそれも、あの、この自分ごとかというところに紐づくんじゃないかというふうに、まあ、示唆を得ました。そこでですね、この広島の証言者に関連する書籍をまあ読んでみて、自分ごとかが現れている箇所をまあ探していったということになります。すみません。ちょっと席が出て失礼しました。では、この2冊の紹介をしたいと思います。まず1冊目はこちらですね。えー、こちらは、梶本よしこさんが書かれています、14歳の広島、被爆者がえ伝える えー、戦争と平和の話という本になります。今年出たばっかりです。で、もう一つがですね、こちらの、えー、名前の読み方をちょっと確認しますが、<laughs> ゆがり正澄さんが書かれております。平和のバトン、えー、広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶というふうな、えー、本になっています。はい。どちらもこう非常に、えー、原爆、被爆した、えー、その体験を綴っているんですけれども、 体験を綴るだけではなくてですね、それにもう一、もう一歩踏み込んだ活動があるんですね。それは何かというと、こちらです。次世代と描く原爆の絵プロジェクトということで、今から話す内容は基本的にはこの2冊の本を引用しております。でこれは何かというと、あの、まあ、原爆が落ちた瞬間っていうのは、ほとんどの人が写真がなんか撮れるような、ビデオなんか撮れるようなことはありませんでしたと。 はい、なのであの、その当時の状況というのはあまり残っていないんですね。はい、で、そういう時に、<laughs> 絵を描くというのは非常に、まあ、視覚に訴えかけるわけであって、文章でこ言葉を尽くして語るよりも、いろいろ、えー、伝わるものがあるということなんですね。なので、絵を描くということは一つ重要な表現方法であるというのがあると。で、一方で、今回、その絵を描くのが高校生なんですね。 はい、このプロジェクトはもう10年以上続いているようですけれども、えー、広島の高校生が原爆の証言者の話を聞いて、えー、一枚の絵を完成させるというものです。はい、で、えー、広島の高校生でもですね、その参加、プロジェクトに参加する前は戦争について、まあ、原爆について、被爆について、まあ、限定的な知識。まあ、僕らよりも、えー、他の県外の人間よりも多分知識はあると思いますが、それでもやっぱり、えー、あまり知らなかったというふうに実際の高校生は語っていました。 で、ここをですね、大事なのは、絵を描くというところの作業が非常に大事だと思います。で、話を聞くだけだったら、やっぱりその人事で終わってしまうんですよね。あ、そういうことがあったんだ、で終わってしまうんですが、えー、<laughs> その後時間をかけてですね、絵にそれを反映させていくわけですね。その過程で自分ごとかっていうのが進んでいくわけですよ。だから、絵を描くっていうのは、 普通に考えたら好きな絵を描くって言うじゃないですか。だから好きな絵を描いたらいいんですよ。ここはもう赤だねとか、ここはこれぐらいの大きさだねとか、私はこんな絵を描きたい、楽しい絵を描きたいばっかりなんですけど、これは被爆者の絵を描くということで、こういうふうな、えーまあ、これ、えー、一つの例なんですけど、平野さんという方が描かれた絵になります。こういうふうなすごい光景、えー、を描くわけですね。で、それを描くために勝手に想像していけないわけであって、被爆者の 証言を聞いて、これはこういう状況だった。で例えば空の色はどうだったのとかね。えー、原爆が落ちた後は真っ黒だったというふうに書かれています。その後で黒い雨が落ちたというふうに言われています。それはどういうふうな感覚だったのとかで。そこで被爆した人々がどんな、えー、被害の様子だったのとか。これはもう本当にこの本を読むだけでも、どれだけ悲惨なことが起きてるかっていうのは、あのー、分かっていただけると思いますが、それをまず聞かないと絵に描けませんよね。はい。 聞かないと絵に描けないわけですよ。でそれで、えー、自分でな、えー、理解をして、それを絵に落とし込んでいくっていう、えー、そういうふうなプロセスがあるわけです。なので、話を聞く、理解する、それを絵に落とすというふうな、まあ、三段、三段階みたいな、えー、感じになると思います。でこれは実は、えー、通訳も全く一緒でして、人が話しています。それを通訳者が理解します。で、理解した内容を別言語で落としていきますっていうことですね。はい。 実はこういうふうな共通点がこの広島と通訳者にはあるんじゃないかなというふうに思っています。というわけで、その自分ごとかっていうものが現れているなというふうに思う箇所を少し、えー、上げていきたいなと思います。で、ここは朗読ということで、その先ほどの平和のバトンからですね、76ページのところを少し、えー、抜粋して読んでいきたいなと思います。 えー、月きさんは、この絵を描いたことで、戦争や原爆をより身近に感じられるようになりました。例えば、黒い雨についても調べていくにつれて、降った地域によって雨量も違うことが分かりました。当たり前のことですが、教科書だけ読んでいたのでは、なかなか歴史を自分のものとしては受け止められない。どこか遠いところで起こった話という感じで、今の自分とつなげて考えるのは難しいとい言います。はい。というふうに言ってますね。 なのでここで大事なところっていうのは、あの教科書だけ読んでいると、やっぱり読んでいるっていうことは積極的なんですけども、そこでなんか情報を、えー、取り入れていく中でも、まだどこかで起こった、ね、昔の話、どこかが違うところで起こった話っていうのがありますけども、そういうふうな状況を理解して、えー、絵に描くんだっていうことですね。絵に描くっていうところが、やっぱりその自分ごと化が起こっているわけですね。 はい、自分のものとしては教科書だけ読んでいたのでは受け止められないよっていうう書いてあるから、やっぱりここで自分ごとかが起こっているんじゃないかというふうに推測することができます。また、他の、えー、ページにもあります。えー、139ページですね。こちらに行ってみますと、はい、えー、こちらですね。はい、単なる教材にとどまらない次世代と描く原爆の絵の意義を橋本先生が認識したのは、スタートしてから えー、5年ほど経った頃のことだと言った、だった、だったと言います。一つの作品として仕上げるためには、頭で考えるだけではなく、証言者が見たことを、あたかも自分が経験したかのように感じながら、見る人にも分かりやすく伝えられる絵にする。そのためにはどうすればいいか、それぞれの生徒たちが知恵を絞り、解決策を見いだしていきますというふうな説があります。ここでも、やはり、えー、 あたかも自分が体験したかのように感じるというふうなところがあります。ここがまさに自分ごとかですよね。はい。あの、その当時、もう75年以上前のことですから、その当時の匂いもわかんない。雰囲気もわかんない。どれぐらいの、えー、空の色だったかっていうのは確かに黒いというふうには言われているけれども、それがわからないわけです。どれぐらい黒いのかっていうのがわからない。黒い雨がわからない。だけれども、それを自分が体験したかのように、 えー、疑似体験するということ。で、それを体験するだけで終わるんじゃなくて、じゃあそれを絵に描いてみようかというふうに、えー、わかりやすく伝えるっていうところですね。ここが、やはりその自分語とかが起こるプロセスなんだと思います。はい。なので、えー、聞いておしまいというわけではなくて、それを受けて何かを算出するというプロセスが、自分語とかを発生させる非常に重要な要素なんじゃないかなと私は思います。 はい、でここからは通訳の話になります。えー、少し、えー、持論を展開したいなと思うんですけれども、あのーまあ、通訳というのと、あのー、英会話というのと結構混同される方がい,いらっしゃいますであの。よく帰国子女とか、まあ、ちょっと英語がペラペラの人に対してあ英語しれるんだっ、英語しゃべれるんだったらちょっと通訳してよみたいに言われることがあるわけですね。でも、英会話とか英語が話せるというのは、 自分のことについて話ができるということです。つまり、自己表現ができるということですね。はい。自己表現です。でも、通訳っていうのは自己表現ではないんですね。通訳をするってことは、他者が話していることを私たちが別の言語で言うわけですから、これは他者表現ですね。言うならば。えー、まあ、他者表現というんでしょうか。他ってあの、オクトバスの他語じゃないですよ。あの、他者を表現するということになります。つまり、一旦自分のことは置いといて、他者のことを自分の中に 自分ごとかのようにこう受け入れていくっていう心の中の、えー、余地がないと、この他者表現っていうのはできないわけですよね。自分のことばっかり話したいっていう人は、実は通訳に向いていないんじゃないかなと思うんですね。だから他者のことを知って理解をして、それを別の言語で移し替えるということができる。そういうふうな素地がある人が通訳ができるんだと思います。つまり、ここに書いてある通り、通訳をするには他者を理解し、自分に取り込む内在化が起こると考えられるということですね。はい。 で、通訳をしようとする中でも、文字面だけを訳す。まあ、機械翻訳やってるように、文字面だけを訳すんだったら、これ言葉を知ってればもう足りるんですよ。はい。だから、まあ、ちょっと、とんちんかんな通訳、失礼。<laughs> 翻訳結果が出るような機械翻訳もあるんですけども、そうじゃなくて、意味を訳す。つまり、その人が言っていることの意味って何なのかっていうところを、他者理解を通じて訳す。のであれば、他者の言葉を自分ごと化して理解しないといけないよねっていうことです。この人は、こういうふうに言ってるけど、 こういう、この言葉には、こういう考えがあるんだっていうふうに、それをつかみ取ることができる。それは人間にしかできないんですね。で、そういうふうな作業ですから、英会話と通訳っていうのは根本的に違いがありますし、そこには壁、ある、ある一種の壁があると思います。もちろん、この壁を飛び越えて、英会話から通訳に進んでいく人っていうのはもちろん多いわけですが、この通訳と英,英会話っていうのが全く同じものだと。まあ、ほぼ重なるものだと。 ニアリーコールだというふうには思っては、思ってはいません。少なくとも私は思ってはいません。ということで、え通訳においてもですね、自分ごとかが起こっているんだということですね。はい。なので、ここで考察でえ共通点を洗い出していきます。証言者の話を聞いているだけという状況は、つまり英会話で自分のことについて話しているだけなんですね。つまり、聞いているだけ、受動的でありえ、自分について話しているだけなので、自己表現でしかないわけですね。 まあ自己表現も悪いわけではないですが、自己表現に留まっているわけです。ですが、証言者の話を聞いて、それを絵に描くことっていうのは、そこから他者を自分の中に入れて、自分ごと化して、さらにそこから何かを算出しているというプロセスが働きます。で通訳も他者の話を聞いて、それがどういうことなのかっていうふうに、他者を理解して表現するわけですから、他者表現なわけですね。広島のこの次世代の原爆の絵プロジェクトは他者表現です。はい。というふうに、 えー、ここ2つありますけれども、広島と通訳というのは、実は自分ごとかというキーワードで共通項を見出すことができるということですね。外部にあった他者を自分の内部に取り込んでいくということ。それだけでなく、その後、何かを生み出しているということですね。ここが非常に重要な自分ごとかのポイントじゃないかなと私は個人的に思います。はい、というわけで、じゃあそういうふうな自分ごと化をするために、まあ、何を行ったんでしょうかと。 まあ広島のこの絵もそうですし、私が通訳をする中で、通訳者が通訳をする中で何をしているんでしょうかということですね。まず当たり前ですが、証言者なり、その登壇者なり、他者のことを理解しようとしたっていう、こういう,うな姿勢とか態度っていうものがまず求められますよね。で、それを理解するために、わからない言葉っていうのは絶対あるわけですよ。私なんかもいろんな分野の言葉を扱うわけで、昨日なんか医学のウェビナーの 通訳をしました、えー、また、あ、ネフロパシーといって、腎症ですね、あの腎臓における疾患などのこういろんな用語などを集めてきました。はい、そういうところもわからない言葉がある、そういうものを調べますよね。で、えー、原爆であればその背景、どういうふうな背景があって、つまり、えー、原爆が落とされるまでの戦争の状況だったりとか、日本の歴史なんかも調べるわけですよね。そういうようなことがあったから、8月6日にこういうことが終わったんだというふうなことがわかるわけです。で、調べて納得して、 理解した内容をもとに他者を表現したということですね。多くの場合は、ここで理解しておしまいなんですけど、その後で通訳と広島には何があるかというと、他者を表現したっていう、このプロセスがあるわけですね。何回も言ってますけど。で、そこには、いろいろな飛び越えていかなければいけない、えー、ものがあるんですよ。つまり、時間的な要素を飛び越えないといけないですよね。今は2023年、昔は1945年ですね。はい。で、空間的。えー、ここは、 私は今神戸に住んでますが、広島で起こったことですね。それを飛び越えるということ。で、言語的。まあ、日本語と英語もありますし、日本語の中でも昔の、えー、言葉っていうのはありますよね。少しちょっと古典語とは言いませんが、やっぱり45年当時に使われていた日本語は、今の日本語とは若干違いますから、そこで使われている言葉、ものの、えー、表現のところですね。この14歳の広島の本には、そういうふうな言い換えがたくさんされています。あのー、子供にも本当にわかるように、えー あれですね、読み仮名を振っていたり、少し分からないような言葉については、非常に括弧をつけてあの説明をするなりしています。なので、こういうのは言語的な、えー、隔たりというところも超えていかないといけないということですね。であとは、それが1回きりではなくて、継続的になる継続的な要,要因があるということです。この平和のバトンで描かれる絵というのは、実は1日、2日では全く終わりませんで、1年ぐらいかけたり、数ヶ月かけて、やっと1枚の絵が完成するというふうに聞いています。 なので、この自分ごと化をするっていうプロセスは、実は一回やって終わりというふうなものではなくて、継続的にその自分ごと化のプロセスがずっとずっと続いていって、他の要因、こういうものも重なって、最終的にこう絵を描き終わった時に、自分なりの自分ごと化というものがあの発生していると。うん、これ多分自分ごと化って終わらないと思いますね。自分ごと化っていうのは、のその絵を描き終わった瞬間で、ま、あ ある一種の自分語とかが完成するんですが、それも、まあ、ある意味未完成であって、進行形なわけだと思います。進行形なものだと思います。はい。その後も、書いた後も、私にとってあの、広島って何だったんだろうっていう、ね、自分語とかのこう、サイクル、発行というんですかね、熟成っていうのは、ずっと続いていくものだと思います。通訳も一緒です。通訳をした後で、あれ、通訳したけど、これってどういうことなのかなっていうふうに、また調べを、調べ物をしたりすることはよくあります。はい。なので、えー、これ、 自分ごとかのプロセスとして、えー、非常に時間的に長いもの空間を超えるもの言語を超えるものそして継続的であるということなどなど他にもいっぱい要因があると思いますけどねそういうものが重なって自分ごとかが起こっているんじゃないかなというふうに思いますこのようにまあ、えー、ちょっと書籍と私自身の通訳の経験というものをまあ振り返って広島と通訳と、えー、における自分ごとかという共通点を洗い出してみました はい。これが何らかの皆さんの参考になればと思いますし、私もちょっとこれを参考にえ、元にしながら、さらに白論の自分語とかっていうものを書いていければいいなと思っています。ここまでご清聴いただきまして、ありがとうございました。